フードファーディズムとは、食べ物や栄養が健康と病気に与える影響を、熱狂的、あるいは課題に信じること、科学が立証したことに関係なく食べ物や栄養が与える影響を課題に評価することである。例えば、マスコミで流されたり書籍、雑誌に書かれている、この食品を摂取すると健康になる、この食品を口にすると病気になる、あの種の食品は体に悪いなどというような情報を、 信じて、バランスを欠いた変質的で異常な食行動をとること。ファディズムとは流行へののめり込みであり、すなわちフードファディズムとは食べ物に関するのめり込みである。この言葉は早くも1952年、マーティンガードナーの著書に見られ、事例と科学的根拠の詳しい検討は1990年代の著書、栄養と行動に見られる。栄養と行動は、 食べ物の影響を検証する唯一の方法は、科学的研究による立証であるとし、偏見的な見方を排除するための二重盲検法のような研究を重視している。フードとは、食品のことである。ファディズムとは、一時的な流行を熱心に追いかけること、流行かぶれ、あるいは流行なだれ、一時的流行、のめり込みという意味である。米国では、 早くも1952年のマーティンガードナーの著書インザネームオブサイエンスにおいてフードハーディズムという概念は紹介されている。1980年にその日本語訳奇妙な論理が出版された。そこでは市場や蕎は食物のあぶく流行という翻訳表現を当てている。日本にフードハーディズムの概念を紹介した人は食品安全委員会リスクコミュニケーション。 専門調査会専門委員である群馬大学教授の高橋久子で1998年頃のことだと言われている。1991年、高橋はその年に出版されたヌートリションビヘイバーを読みフードファーディズムという概念を認識し、この本を翻訳し1994年に栄養と行動として出版したフードファーディズムの対象として取り上げられるものは いわゆる健康食品、ダイエット食品から、砂糖、化学調味料、水道水と幅広く、体に良いとされるもの、逆に害になるとされるものなど様々である。また、食品業界によるロビー活動を告発したマリオンレスルによれば、健康への貢献に対して優れた食品とそうでない。食品があるが、食品会社は良い食べ物、悪い食べ物はない。 自社の商品は悪くないと思わせようとしているということもある。フードファーディズムに対して見て見ぬふりをするわけにはいかないのは健康被害や詐欺という実害があるからだと指摘されている健康な食事ピラミッドフードファーディズムに陥らないようにする方法解決策は食と健康に対するしっかりとした知識を身につけることである。栄養と行動によると食事や 栄養の影響を検証する唯一の方法は、科学的研究による立証であるため、研究にも再現性や客観性が求められ、また結果の偏りを最小にする被験者が多い。研究や偏見的な見方を排除するための二重盲検法のような方法をとっているかということも重要である。1990年代より医学領域において普及し始めた根拠に基づく医療の態度は、 このような客観性を目的としている。こうした動きを受けて、栄養学の領域でも EBM が提唱されている。ハーバード大学公衆衛生学部の栄養学部の教授が最新の科学を反映させ、企業や団体の影響を受けずに作った健康な食事ピラミッドは、健康に悪い影響を与える制服された、穀物、赤肉、バター、砂糖がたくさん入った。 飲食品を控えるということが分かりやすくずしされている。このリストにあるのは、フードハーディズムとして判断されるものであって、実際に科学的な根拠に基づいたリスクがあるか、どうかとは、無関係である。砂糖を科学する会のメンバーとして、砂糖を、主とした解説を行った。今月の視点 0008a、砂糖への疑惑の不拭アーカイブ度2007年10月30日。 アットザーウェイバックマシン事業団から9908ビット佐藤類生産流通合理化等女性対象事業についてアーカイブド2008年6月28日アットザーウェイバックマシンよりありがとうございます。